中山国は、戦国時代の中国で、現在の河北省中南部を中心とする一帯を、領土とした国である。中山と改名する前は、春秋時代以来の中原の北部にいた白敵が、建国した都市国家で、千恐れという名で知られていた。当初は、太閤山脈の西側、つまり現在の山西省の大土高原上にあったが、紀元前432年に、 文皇が衆を率いて太皇山脈を越えて河北平原上に降り、現在の河北省中部に中山国を建国した。武皇は衆の帝王の孫であり、そのため異民族の国でありながら州王朝と同姓の姫姓の国であった。当初は弱小国であり、紀元前406年には義の落羊が率いる軍勢にと落とされた。しかし、 大戦の中に逃れた観光が20年にわたって、抗戦を続け、国を復興した。これ以後、布告強兵に努めて、領土を拡張したが、紀元前296年には、同様に、山西省の大戸高原から、太江山脈の東に半島を広げてきた、蝶の攻撃によって滅亡した。後に、燕の昭和に仕え、生を滅亡寸前にまで追い詰めた学期は、 中山国の維新である。紀元前350年頃の中山国と周辺諸国他の諸公国のように都市国家を羊とするのではなく、中原においては少々異質な遊牧民的要素を持つと言われる敵の勢力が起こした国であるため、資料が少なく神秘の王国と呼ばれる。九百七十年代から九百八十年代にかけて石滑走し、 平山県で、その土壌である、霊樹城遺跡や中山王墓が発掘された。金、銀、銅、玉、陶器などの豪華華麗な文物と共に、遊牧民的な文化を彷彿とさせる、豪奢な天幕の支柱などが多数出土し、河北省博物館に保管されている。特に、遺没の中から、古代の酒がそのまま発見されたことは話題を呼んだ。ありがとうございます。